皆さんこんにちは、マイボーティングメソッド秀丸です。今日はですね、初めてボートに乗られる方、レンタルボートなんかも今流行ってますけれども、そういった方々に向けて、まずはどういったことをやればいいかっていうのを、こういった GoPro を使って、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず、来てすることなんですけれども、まずバッテリーの主電源入れていきます。で、私の船ですね、SRX というヤマハの船なんですけれども、 SRX の場合がですね、こちら側が、ストレージボックスになってます。ガソリンタンクがあったり、ヒュエルコックがあったり、あとは物入れですね、ちょっと汚いんですけれども、私の場合こうやってガソリンの警告管だとか、あと魚を締めるときに使うものなんかを入れてます。ちょっとまた時間があればきれいにします。でそれからですね、最初にやることはこちらですね、ここで電源入れるということが必要になります。ここはですね、鍵をつけれるようになってますけど、レンタルボートの場合こういう鍵はもう先にお店の方がやってくれてると思いますので、こちらを開けて、こうやって、バッテリー入ってます。で、ですね、この部分、これがですね、メインリレーになってます。これがいつも初めてボートに来た時はオフになってるはずなので、これをですね、カチッとオンにしてもらいます。そうすると通電するので、エンジンをかけたり、あと電装品を使ったりということができるようになります。終わればですね、きちっと走行中に開かないようにロックをする、こちらもですね、こんな形であります。でそれから、ガソリンが必要な場合はこれが給油口なんですけど、給油口から入れていきます。でガソリンの残量ここから見えるようになってます。これ、私のですね、 SRX115 馬力なんですけど、ガソリンタンクは100リットル入るようになってます。これちょっと減ってますね。ここにラインが見えてます。なんですけど近場で遊ぶのは十分なので今日は入れません。はい、主電源入れたということで、主電源を入れたらですね、次エンジンかけていきます。まずここですね、これがキルスイッチになってます。でここにですね、こういった形のもの、これをカチッとさせばキルスイッチがオフになるのでエンジンかけれるようになります。でキルスイッチを入れた後に鍵を挿します。それからエンジンかける前にチルトダウンしてください。ここがですね、チルトアップ、チルトダウンになってます。でこれを下げる、ダウンを押すことによってエンジンが下がります。で逆にこのアップを押すことによってエンジンが水面から上がります。では押してみます。はい、といった形で、しっかりとエンジンが水に浸かったらですね、ではエンジンかけてみます。いきます。はい、エンジンがかかりましたら、冷却水がまずエンジンにちゃんと回ってるかっていうのを確認します。で、これですね、ここ今エンジンから水がピューって出てますね。これ海水なんですけど、これが冷却水がちゃんと回ってるよという証拠です。でこれが出てない時は、すぐエンジンを止めて、修理をするなり、ちょっと点検をするなりしてください。はい、といった形でですね、今日は初めてエンジンをかけてみようということでやってみました。いかがだったでしょうか。車を普段乗られている方からしたらそんなに難しいことはなかったかなと思います。違うところで言えば、一つはメインハーネスのスイッチをオンオフしないといけないということ、でもう一つは、こちらの、鍵についてくるプラスチックを使ってキルスイッチをオフにしてやるということが違うかなと思います。であとはですね、エンジンをかけた後必ず冷却水の方を確認してください。冷却水が出てないということは海上でオーバーヒートにつながりますので、そういった場合は無理をせず出航を取りやめるという判断も大事かなと思います。はい、それではですね、皆さんの安全で楽しいボーティングメソッドの参考になれば幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。